皆さんこんにちは。よみチャンネルへようこそ。イルボンのオノミンカンサーよみいにだ。이번영상에서는일본카페에가서주문하는표현을정리해봤습니다특히많은분들이스타벅스를많이찾으실것같아서스타벅스메뉴를중심으로알아볼까합니다제가지난번에일본인이외국어발음이안좋은이유라는영상을올렸어요거기서일본식한국어발음을몇개소개했었는데요카페메뉴에는외래어가많이들어가잖아요외래어발음도역시한국이랑비슷하면서도은근히다르게발음해야되는것들이많아요한국에서는스타벅스를줄여서스벅이라고하잖아요일본에서는스타벅스스타벅스이말을줄여서스타바스타바이렇게말합니다자一緒にスタバに行きましょう제일먼저스타벅스매장에들어가시면직원이이렇게말할거예요いらっしゃいませご注文はお決まりですかいらっしゃいませご注文はお決まりですかサイズは제일작은サイズ부터말하면ショートショートショートサイズトールトールトールサイズグランデグランデグランデサイズベンティベンティベンティサイズ이렇게일반적으로일본스타벅스에는네가지사이즈가있어요메뉴에는어떤메뉴가있는지볼게요カフェアメリカーノ、カフェアメリカーノ、ドリップコーヒー、ドリップコーヒー、カフェモカ、カフェモカ、カフェミスト、カフェミスト、キャラメルマキアート、キャラメルマキアート、抹茶クリームフラペチーノ、抹茶クリームフラペチーノ、コーヒー&クリームフラペチーノ with コーヒークリームスワールホットホットホットアイスアイスアイス一つ一つ一つ二つ二つ、二つ、三つ、三つ、三つ、四つ、四つ、四つ、五つ、五つ、五つ。더이상많이시키는일은없겠죠뭐뭐주세요라고할때는요ください、ください。くださいらごはしめんでごよ。日本人に많이쓰는표현중에부탁합니다라는뜻으로お願いします。お願いします。お願いします。이표현도많이쓰니까요두개를같이알아두시면좋을거예요직원이이런질문도하겠죠가져가실건가요お持ち帰りですかお持ち帰りですかお持ち帰りですか?드시고가실건가요?店内でお召し上がりですか?店内でお召し上がりですか?店内でお召し上がりですか?그러면실제상황이라고생각해서주문하는연습을해볼게요いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか?トールサイズでカフェラテ2つください。トールサイズでカフェラテ2つください。ホットですか?アイスですか?ホットですか?アイスですか?ホットでお願いします。ホットでお願いします。お持ち帰りですか?店内でお召し上がりですか?お持ち帰りですか?それとも店内でお召し上がりですか?持ち帰りで、持ち帰りで。
それでは今日はここまで。抹茶フラペチーノが大好きなヨミでした。이영상이일본어공부에도움이되셨다면좋아요구독눌러주세요다음영상에서만나요바이바이